もういい、もうやっていいね。はい。アメイジング第1回シミ職人選手権。ですね、今回ですね、シミ職人選手権ということで、まあ、ここの前さんに、ティナと水木と、まあ、そしてたけしで、久松君で、ノッカー僕と大田君が、まあ、打つんで、誰が一番最後まで、生き残るかっていうのをちょっとやろうと思うんで、なるほど。さっきね、まあ、練習したんですよ。じゃあまあまあポロポロするんですよね。だこれ本番でちょっとどんだけね、みんな集中してやるかっていうのを今日ちょっと皆さんにお届けしたいなと思うんで、最後まで、生き残るのは誰かなと皆さん予想しながら見てもらえばなと思います。たけしはないわ。キャッチャーミットでやりますか。キャッチャーミットでやります。キャッチャーミットでやるんで、ハンデ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 やる。浜津くんに関してはなんかトレーニングでっていうので、ね、ちょっと早速やっていくんで、誰が1位か予想してもらえたらいいなと思うんで、早速やっていきましょうか。しゃーっ、頑張っていきましょう。しゃーい、はい、はい。今回ですね、早急バリということでですね、あっこに待機してるんですけども、この辺に待機してるんですけども、早急回りとなったら多分かなり早い確率で終わる可能性もあるんで、できるだけ長くお届けできたらなと思いますので、やっていきます。じゃあ行きましょう。誰から行く？はい、それか。 OK、 行きます。お願いします。スタート。優勝するとか言ってたやん。キャミなんでね。え？それはもうしゃあない。キャッチャーやります。もうキャッチャーやな。キャッチャーやります。もう脱落や。はい、たけし一番目アウトです。残ってんのはティナ、水木、バオ、サマツくんです。おう。あれ速攻。優しいな、ミノルマン。アウトです。ちょ、水木アウトなったわ。はい、なあ、残念やな。あっ、あっ、あっ、はい、あーやった、よっしゃよっしゃ。悔しいですか。悔しい。なんで喜んでんねん。
ょう。アウトです。優勝したかったです。もうマジ悔しい。おう。最後だ。あれ、ミノルマン入るんですか？取り前じゃないですか。怒らない意味ないでしょ。ね。ということは、久松君と、俺、タイマンということで。当たり前。達成。最後。気合入ってます。いきます。メイン。もうアウト。え、もう存在にもビビってたのか今。なんかちょっと待って。今のカットで。今のカットで。一回ストップしようか。明徳の意地ですね。なるほど。はい。ありがとうございます。ミノルマンに勝った気持ちは。いやー最高っすね。何も言えねえ。はい。ということで、なんとですね。まさか。なるほど。うん。悔しい。悔しい。非常に悔しい。非常に悔しかった。まあまあ確かにね、そう言われると悔しいですね。優勝は久松くんです。最後ね、あのティナと久松くんの戦い、うん、あの横飛びしましたからね、ティナ。バーンとって、わあすごいなと思って、でもやっぱね、うまかったね、久松くんね。まあ、これなんやね、うまい。他のマッチョじゃないもん。他のマッチョじゃないもん。キレキレ。うまいキレキレ。いや、悔しかったな、最後。悔しかったわ。いなくなりましたね。途中、帰って。え？いや、帰るの危なかったよ。いなかったもん。入っとったらそれ掘ってるやんか。戻ってきたやん、俺。そうやね。でも、悔しいな。またな。悔しいから、あの、今回ちょっとリンがおらんから、あの、次ね、またリンも入れて、第2回やろうかなと。やりましょう。思うね。あのこのアミージングでそのなんか他にやってほしい企画あれば、どしどしコメントにいっぱい書いてもらえば嬉しいかなと思うので、ぜひ皆さんコメントお待ちします。第2回趣味職人選手権もやろうと思うんで、その時また誰が1位になるか予想してみてください。たくさんの作品が書いて次頑張ろうな、ティナとかな、はい、水木な、はい、このように、やっていきましょう。またあの次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。しし入ってね、アミージング。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導も行っておりますので、そちらもご登録もよろしくお願いします。女子軟式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらも応募お待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。